はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、芸人のですね、TKO 木下さんにですね、呼ばれてですね、まあ、プレイをしたですね、デリヘル嬢の方がですね、なんとですね、木下さんのですね、個人情報をですね、インスタでですね、暴露するということをしてしまったんですね。で、しかもですね、その内容がですね、なかなかえぐくてですね、殺すぞ、クソ客とかですね、こんなやつ相手にしたくねえといったですね、まあ、なかなかですね、ひどい言葉を綴っていたんですね。そしたらですね、なんとですね、このですね、デリヘル嬢のですね、個人情報が特定されてですね、店から名前が消えるという件がありました。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、この芸能人の方がですね、こういう風俗というものを使うことに関するリスク等についてですね、いろいろと話の方をしていきたいと思います。まずなんですけども、今回の件はですね、あるですね、デリヘル嬢の女の子のインスタグラムから全てが始まったんですね。で、この方はですね、どうやら現在19歳ってなってますね。まあ、ただ19歳っていうのもですね、まあ別にね、風俗嬢のですね、プロフィールなんて嘘ついてなんぼだったりしますからね。まあ20歳とか言っといて25とかね。はい。なんだったら25とか言って30とかね。まあこんなん当たり前なんで、まあ一応ですね、なんかこの方のプロフィールと言いますか、はい。にはですね、19歳ってなってたみたいですけども、このデリヘル嬢の方ね。まあ別にね、本当に19とは限らないと思います。で、結構なんかこうギャル系の子って感じですね。でですね、この方がですね、ある日ですね、インスタを更新するんですね。で、ちなみになんですけど、このインスタはですね、別にそのデリヘル嬢としてやってる、まあ、インスタではないです。はい。でですね、ある写真とともにですね、こんな言葉がですね、更新されます。迎えいるから呼んでんだよ。22階まで来て乗り換えて29階来て、じゃねえよ。殺すぞ、クソ客。フリーやなくて、パネシアやから断れねえ。こんな客の相手したくねえ。っていう風に言ってるんですね。はい。いや、これすごいですね。ちなみにこれどういう意味かっていうと、まあおそらくですけども、まずこの22階まで来て、乗り換えて29階来てっていうのは、まあ多分木下さんがその時泊まられてたホテルとかの構造的に、まあそういう作りになってるってことなんじゃないかって思いますね。ね、で、じゃねえよ、殺すぞ、クソ客っていうね。はい。まあだからそういうめんどくさい移動させんじゃねえよ、クソ客がよってことなんでしょうね。で、フリーやなくて、パネシやから断れねえと。はい。でね、これ多分おそらくなんですけど、パネシっていうのがどうやらですね、その風俗業界で、パネル指名って言葉があるみたいですね。で、このパネル指名って何かっていうと、要は、そのホームページとか見た時に、風俗嬢さんの顔がバーって並んでるじゃないですか。ね。じゃあ、この A さんでお願いします、みたいな感じで、こう、個人的に指名するっていうんですか？これをなんかパネシっていうらしいんですね。うん。で、このパネル指名の場合は、そのプラスアルファですね、1000円とか2000円みたいな指名料がかかるみたいなんですね。で、対してフリーって何かっていうと、何時に風俗嬢の子と遊びたいから、まあ、誰でもいいからフリーでっていうと、ね、その、いい感じの子を向こうの店側が当てがってくれるっていうパターンなんですよね。だからこのね、風俗嬢の方からすると、自分をパネル指名で指名料までもらってるから、断ることができないっていうことなんでしょうね。はい。っていうことなんでしょうね。ただ、こんな客相手にしたくねえっていうふうに言ってるっていうね、はい、ひどい言われようですよね、本当に。うん。でですね、それからしばらくしてですね、またですね、インスタを更新します。おそらく今度はですね、プレイが終わった後なんだと思います。はい。は？待って待って、TKO の木下やったんやけど、撮ってやろうと思って、撮ってやろうって思って、スマホ、撮ってやろうって思ったとに撮ってやろうと思ったのにか。この方ちょっとめちゃくちゃに書いてますね、文章が。撮ってやろうと思ったのに、スマホ触らせんようにされた。スマホしまっといてなって言われた。チンコでかかったわ。そしてうまいっていう。ペロペロを舐めてきてさすがにキモかったけど、腹に手術の後あってビビった。明日には東京らしいと。こんなこと言ってますね。で、それでですね、さらに、その木下さんの写真まで載っけてますね、なんかインスタに。うん。いやー、これなかなか悪質ですね。はい。いや、っていうか、そもそもなんですけど、お客さんのね、個人情報なんて絶対言っちゃダメですからね。はい。芸能人の方だったら特にね、なんか誰々が店に来たとかね。うん。で、しかもこの撮ってやろうと思った、スマホを触らせんようにされたっていうね。うん。だから撮ってやろうと思ったんですね。これも絶対ダメですから。うん。てか、これね、逆の立場でこれやったら男側がですね、逮捕だったりとか罰金とか払わされますからね。たまにいるんですよね、その風俗嬢の方とプレイする姿をですね、自分のスマホで映そうとするようなやつが。でもこれって当然だからですね、店によっては完全にアウトですから。てか、店によってというか基本的にアウトかな。で特にバレないようにですね、盗撮なんかされたらですね、その結果ですね、うん百万円という罰金取られたりとかですね、会社に言うぞって脅されたりとか大変なことになったりしますからね。だからこれ男側が絶対やっちゃダメな行為なんですけど、その風俗においてまさかのですね、風俗嬢側がですね、取ろうとするっていうね。うん。だからこれももしかしたらですけど、こういう子に限らず、その風俗嬢あるあると言いますか、いわゆるその有名人だったりとか来た時は思わずですね、なんとなくこう隠し撮りするみたいな風俗嬢の方もなんか一定数いるのかもしれないですね。うん。
はい。で、ちなみにこうね、腹の手術の後あってビビったってあるんですけど、これね、木下さんって、幼い頃にですね、なんかお腹の手術とかしたことあるらしいんですよね、実際。はい。だから一時期裸 NG だったみたいな話もあって、だからこのあたりからですね、すごく信憑性が高いと言いますか。はい。なわけなんですね。でですね、それからしばらくしたんですけども、なんとですね、天罰が下るんですね。というのは何かっていうと、この方先ほど言いましたけど、さっき挙げていたインスタっていうのはですね、別にそのデリヘル嬢としてやっていたわけじゃないんですよ。ね。ただ、そのですね、ツイートがある程度バズってしまった結果ですね、いろいろとですね、その特定班っていうんですかが動き出した結果ですね、この方がその大阪のですね、デリヘル嬢の方で、その大阪のデリヘルのホームページもですね、全部特定されちゃったんですね。で、しかもその子が誰かってことも全部特定されちゃいました。はい。でですね、それが分かった瞬間何が起きたかっていうと、しばらくしたらですね、この女の子がその店のホームページから消えてました。はい。まあ、だから店側からすると、まあ、違反を犯したということで、まあ、クビになったんじゃないかなっていう話ですよね。うん。まあ、ただこれはですね、店としては賢明なね、判断だと思います。はい。だから結構ね、こういうね、デリヘルとかそういうとこやってるとこってね、裏では怖い人がやってたりするパターンがあるから、もしかしたら違約金とか言ってね、結構な金取られてる可能性もあるんじゃないかな、なんていうふうに思っちゃいますね。はい。そういうのがですね、今回出てきた、まあ、ニュースというふうになっております。じゃあ、こっから何が言えるのかっていう話なんですけども、いやー、芸能人の方は大変ですね、本当に。うん。まあ、僕自身はですね、別にね、うん。全然ですね、この TKO 木下さんが、まあ、デリヘル呼んだって全然いいと思うんですよ。ね。だって別になんかね、なんか違法なお店とかでもないわけですよね。ちゃんとしたお店で、で、しかもちゃんと店のルールを守って遊ばれたわけですよね。じゃあ全然いいじゃないですか、そんな。ね、何一つ悪いことじゃないですよ。ね。男がデリヘル呼んだって。はい。まあ、ただ、有名人だとこういうふうにバラされてしまうっていうね。うん。まあ、だからね、実際問題ね、なんていうのかな、その、ね、特に東京近郊とかの有名店とかだったりとかするとですね、デリヘル嬢の方がですね、お客さんにねえねえ今まででさ、芸能人の人で誰が来たことあるとか、そういうことめちゃくちゃ聞かれるみたいですから、めちゃくちゃ本当に、うん。まあ、でも基本的にはデリヘル嬢の方っていうのはちゃんとしてるから、いや全然来たことないですとか言うらしいんですけど、でもめちゃくちゃ詳しく聞いてこられると、つい最終的に芸人さんの誰々さんが来られたことありますよねとか、つい言っちゃったりすることあるらしいんですよね。うん。まあ、だから聞く方も下世話だし、それで言っちゃう方も下世話だったりしますよね。うん。で、しかもね、その職場外のとこではガンガン言ってたりするんですよ。ね。さっき言った、そのお客さんから聞かれて拒むっていうのは、ある種今ここが職場だからじゃないですか。ね。じゃなくて、プライベートの空間といいますか、女友達だったりとかね、普段の男友達とか、そういう場においては、ね、聞いてよ、前さ、誰々が来たんだけどさ、みたいな感じで、平気でそれを言っちゃったりとかね、するんですよね。うん。まあ、だからそういうのがあるからこそですね、何が起きるかっていうと、いわゆるですね、高級なですね、会員制デリヘルと言いますか、風俗みたいなものがですね、できたりするんですよね。そういうところっていうのは、いわゆるその芸能人御用達みたいになってて、ね、超シークレットにですね、もう秘密裏に行われてるですね、その風俗みたいなです店舗と言いますか、お店というのがですね、あるわけですよ。僕らみたいな一般人ではですね、お目にかからないし、どうやってもたどり着かないですね。いわゆるその芸能界でも上層部だったりとか、もっと言うと政治家だったりとか、そういう人がですね、利用するですね、超高級なですね、まあ、いわゆるそのお店が出来上がるんですよね。はい。だからそういうとこだったら、まあ、バレないしっていうね、話なわけですよ。そしてグレードの高い女性たちがいっぱい勤務してるっていうね。うん。だからそう考えると、木下さんも、ま、このね、この方のデリヘル嬢、まあ、ね、今見る限り、お店のホームページを見る限りですね、特別高級店っていう感じもしないんで、だから木下さんもですね、そういうちゃんとした高級店に言っといた方が良かったのかもしれないですね。やっぱ芸能人である以上。はい。というわけでですね、今日はコメントでは、この話に先生の方を共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録して、コメントでありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。